それでは焦点深度について解説します焦点深度っていうのは同時にピントの合っている範囲のことです焦点深度が深いっていうのはピントの合う範囲がすごく広いっていう意味ですここにあるものにもここにあるものにもさらに上ここにあるものにも同時にピントが合ってしまうときに僕たちはそれを焦点深度が深いって言うんです 例えるなならこんな状況です。近くにある花瓶の花にもここに立っている人にもさらにその向こう側にある山にも同時にピントがあってはっきり見えるそんな時に焦点深深度がいいって言います。なんかねいろんなものにピントがあってね、同時にたくさんのものにピントがあって最高じゃんと思うかもしれないけどでも必ずしも えっと、いいこととは限らなくて手前にある細胞真ん中の方にある細胞奥の方にある細胞に全部にピントがあってごちゃごちゃっと見えてしまうってそんな場合もあるから必ずしも焦点深深深度ははけければいいいいほどいいってわけではないんだね逆に焦点深度が浅いっていうのはこの限られた範囲にだけピントが合うっていう場合に我々は焦点深度が浅いっていうふうに言います。 例えるならこんな感じです。手前の花瓶もぼやけてる。後ろにある山もぼやけてる。この人にだけ、ね、ここに立ってる人にだけピントが合ってる。こんな風にピントが合ってる範囲がすごく狭いことを焦点深度が浅いって言うんです。そして焦点深度っていうのは低倍率の方が深くなります。逆に高倍率の方が浅くなります。 本当は焦点深度ってそれを求めるための計算式があったりあとは目の個性によって変わってきてしまうんだけど、まあ、受験生のね高校生の皆さんは低倍率では焦点深度が深くなる高倍率では焦点深度浅くなるっていうふうに覚えておけば、OK、ですまあこれ暗記するってよりは何か高倍率で顕微鏡で何か観察しようと思ったことがある人はピンと合わせるのすごく難しかったと思うんだよね。 ちょっとステージを動かしただけですぐピントがずれちゃうっていう経験したことあると思うんだよねで、その経験を思い出してああ高倍率で顕微鏡を使うの難しかったなすぐピントがずれちゃったなってことは高倍率では焦点深度浅いなってね、あの経験からわかると思うんだよね一方低倍率ではすぐにピントが合うよね低倍率でまず先に観察しなさいっていうのはこれピントがすごく合いやすいから見たいものを探しやすいって意味で 低倍率でまず観察して高倍率に上げましょうってよく言われるんだね最後に絞りとの関係も見ていきましょう絞りっていうのは入ってくる光の量を調整するところだね実は絞りを絞って入ってくる光の量を減らすと確かに光の量が減ってしまうから視野は暗くなってしまうだけど焦点深度が深くなるんですまあこれあんまり正確じゃないんだけどイメージとしては 絞りを絞って光が通れるところを狭くすると見たいものから来る光だけがちゃんとそこを通ってきてくれるだからすごくはっきり見えるようになるコントラストがすごく鮮明になるだけどその代わり通れる光の量っていうのは限られるんで視野は暗くなってしまう一方絞りを絞らないと確かに光が入ってくるてくる ところが広くなるわけだからたくさん光が入ってきて視野は明るくなるだけど余計な光まで入ってきちゃってコントラストが少しはっきりしなくなっちゃう見たいものがぼやけて見えてしまうそんなイメージで捉えておきましょう確かにみんなもさなんか遠くのものがぼやけて見えてんなって時にさ目を細めた経験ないかなそれ目を細めるってことは目の中に入れる光の量を減らしているってことだよね 目の中に出る光の量を目を細めることで減らしている。それって絞りを絞ってるのと同じだよね。光の量を減らす。そうすることで焦点振動を深くすることができる。だからこう目を細めると遠くにあるものがはっきり見えるようになる。まあそんなイメージでちょっとねあの関連付けて捉えておくと覚えやすいかもしれません。